あー、バーサスルーカス。あー、先週ゴブリンバリを投げてスタンプアピール。お互いブラスター採用です。いい ISP、 ノーダメージターン。プリンのダメージは2発です。文句残ったところに迫撃追加。カルマリフション耐えます。フェニックス影はゴブリンで奪って、アーチャークイーンの延命。アーチャークイーンあるので迫撃は処理ができると見てのゴブリンバレル2回目。今回は手前、いや位置をずらしていいダメージリード。クロークで縦線回収。しかもフル HP なので、これまたカードを切らなければいけません。大森、これでエリクサはトントン。エリクサ10溜まったルーカス。リガー読みに行く。ただタイミングね、タイミングがバッチリでした。もしかしたらカーさんはね、読みを警戒しての後ろクリーンだったのかもしれない。展開突破のゴブリンバレル、矢止め使った後ブラスターなので右サイドにも大ダメージ。ゴブリンだけで待つなる。この2コスゴブリンに対しての5コストボーラー。左はゴブリンバレル、今回は真ん中ダメージが少し通ります。アーチャー君はこれコウモリの処理も狙っています。展開と迫撃、ターゲットはバルキリーで抑えて、これがボーラーのターゲットを奪う。そしてボムタワー追加、パックミホンターゲット取れるか。これフェニックスの火力があるのでどう思うんだ。ゴブリン受けは間に合っている。竹取り、コウモリ処理するアイスピー、雪玉どうだ。竹取りは間に合っていますね。バルキリーがある。一発は取るか。ゴブリンターゲット取り完璧、ダメージは入りません。さあ選手の神防衛、緊急成功。一気にダメージを負う下側のディガーです。アチャクイが削る。迫撃タゲはアチャクイン。右サイドアチャクイン残したからのチャンピオンサイクル、アイスピゴブリン。また回るシャドウクロック。突破のバレルブラスターだ。これが苦しい。ダメージ入って250。いい形ルーカス攻め切れるか。ゴムタもある。コウモリは雪玉、ゴムタワー延命することで迫撃のターゲットを奪っていきます。バルキあるのでここは大丈夫。右サイドゴブリンバレル手前、うわここでこの位置をずらしてくる、いやらしい。ターン残り時間は30秒。今度は右ティガーアタック、プリンセス処理狙います。ここゴブリン使って延命狙いますか。ティガーは偉かった、プリン処理。さあ回った、限界突破のゴブリンバレル、どっちも250。グッゲイ、パー選手が初戦勝利。ジジ、パーバースルーカス2試合目。今度はパー選手、アースクエイクのローリングウッド。
中華選手マジックアーチャーゴブリンドリルデッキでしょうか。畑取りもできています。今回はインフェルノタワー、インフェルノタワーここまで刺さるところはないか今のところは。もう終盤トルネードプラスのマジックアーチャーをしてくるルーカス選手に対して強いのがこの建物での受けなんですが、テスラに比べてねエリクサーが残すと少し重いインフェなのでしづらくあります。エルスピ突破、マジックアーチャーの削りが入る。エリクサーが少ないところに刺しに行くルーカスのゴブリンドリル。うわ、さらにゴールドナイトしっかりと分かってます。ケイトンでワンクッションデリバリー反応、なんとか耐えたターン選手1800。残ったロケット押し、これは緊急を狙いつつの防衛ですね。タイミングゴブリン処理した。ルイホグのダメージで一気にリードをつかんだた。ウェイクタワーを削りながらマジックアーチャー処理。デッカに対してならこのインフィは活躍できます。形を組ませないように左サイドアタック、どうだロケット押し一発間に合った。うおーダッシュでロケット押し処理はできませんでした。インフェでペッカを処理してゴールドナイトにもターゲット。ここでルーカス打ちに行く限界突破のゴブリンドリル。マジックアーチャー取りには警戒する。インフェルサーは続きです。ダメージを下がるデリバリーでしっかりマジアーチャー処理。そして2周目インフェルタワー、おエルビズムさん止める。 LSP ウッドノックバック間に合わせたペッカ処理つけて、エルビズのワンクッション置いてデリバリー完璧。ロケット押しでスパーク防衛、 LSP マジックアーチャー先が取れた。デリバリー貫通通してマジックアーチャーダメージ入ります。800通しに行く。もう一発376マジチャ、もういや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 、クイックプラスのロイヤルロケットショースパーク、ター選手が決める。かわいい猫ちゃん。こんばんは。2対0のストレート、キャットアピールフィニッシュター。